もう待ってましたっけ？待ってます。いつでも大丈夫です。こんにちは、ビバファッションです。ビバファッション。ビバファッション。ビバファッション。こんにちは。こんにちは。なんか、こう、二人でこうやって喋るのとか、そうですね。すごい久しぶり。久しぶりですね。ですよね。確かに。いつもこれでゲストが来ていただくとか、はい、そういうパターンが多かったです。アイちゃんも今日は不在で。不在で。不在で。しかもいつもと違う場所で。そうですね。今日はいよいよ新企画が始動ということで、もうありがとうございます。ありがとうございます。楽しみです。はい。で、このチャンネル始まってから、視聴者の方からも、はい、何かこう商品作ってくださいとか、ありがたい言葉非常にいただいたじゃないですか。本当ですよね。はい。で、せっかく高田さんと一緒にやらせることもあるので、うん、何かできないかということで。そうですよね。はい。稲葉さんも僕もお互いに本当いろんなブランドを見てきたりとか、はいはい、実際に物も作ったりをしていて、でせっかく一緒にこうチャンネルね、一緒にやらせていただいてるので、はい、何か一緒に物を作ろうじゃないかということで、はい、その企画が始動し始めました。はい。商品作っちゃいました。で、今回その記念すべき第1弾、はい、として、はい、何を作ろうかと考えた時に、そうですね、まあ、時期も時期ですしね、はい、なのでこの夏使える大人の T シャツ、はい、を作っちゃいました。作っちゃいます。作っちゃいます。もうほぼ結構進んでますよ。そうですね。はい、ということで大人の T シャツということなんですけども、はい、その T シャツの、まあ、テーマというか、はい、は何でしょうか。 T シャツのテーマが、はい、なんかいわゆる綿100の T シャツ、はいはい、普通のカットソーだと、はい、まあ、ちょっと面白くないなと。そうですね、うん、去年稲葉さんも僕も、はい、一緒にこう同じ素材で夏を過ごして感動したものが、はい、そうですね、1個あって、はい、それぜひこの T シャツを考えた時に、はい、まあ、ちょっと2人の中で実は思い浮かんだので、はい、それをちょっと形にしていきたいなと。はい、本当に最高の素材でしたよね。最高です、あれは、はい、で T シャツといえどもやっぱり大人としては、はい、ニットを使いたいと。はい、そうですね、はい、っていうことで、まあ、ここまで来ちゃうと、はい、もうどこに今いるのか、そうです、ね、分かってしまうかと思うんですけども、はい、こちらがバンドリさんですね。バンドリさん、お邪魔しております、はい、ありがとうございます。はい、ということで、バンドリさんにお邪魔してます。ゲストのバンドリの笹岡さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当にカットソーですかね、はい、はい、タッツミックですね、着させていただいたのがすごく、はい、気に入りまして、はい、とても今日の皆さんも、はい、着させていただいた。そうですね、これ本当に2人別々に来て同じものが、はい、めちゃくちゃ良かったです。本当に偶然なんですけど、はい、これうちのもう本当にこう店オープンしてから使ってる、はい、イタリアのコットンですけど、はい、ただまあ普通のコットンではなくて、まあ原名はエジプトのエジプトコットンのギザ45なんですけど、ギザ45の中でもちょっとこう特別に紡績された比較的新しいといっても、まあ12年ぐらい前の糸なんですけど、はい、9380というもう本当に髪の毛の細さぐらいの糸を4本の糸を1本に紡績して、それで9380っていう名前の由来なんですけど、3本まで例えば、はい、100番って超えると、はいはい、シャツでかなり高級な、はい、そうですね、割と端子が多いのが、はい、シャツだったり、端子ですね、はい、多いですけど、本当にそういう高級な部類に入ってるんですけど、はい、それをはるかに広がる、そうなんです、板の細さなんですね。これ新品なんですけど、これだけ伸ばしてもキックバックがすごい、ね、これストレッチ入ってないんですよ。ナチュラルストレッチなんで、はい、この糸の、はい、なんでしょう、伸縮性もそうですし、はい、全然洗ってもくたびれないし、そうなんそれポイントですよね、はい、でなおかつ風を通すんですよね、はい、夏着てて、そうです、ね、涼しいんですよね。ニットで編み物ですから通気性もあるんです、はい、本当に何回も笹岡さんとここのお店をお邪魔するたびに、はい、いや本当涼しいですよね、はい、なんかですね、はいはい、普通の夏
なんだろう、カットソーより全然涼しいんですが、そうですね、目の詰まったカットソーよりも通気性があるっていう、はい、でそう、そのこんな素材に感動した去年があり、はい、じゃあ今年大人の T シャツを作ろうってなった時に、はい、まあ、元の素材そうですね、うん、なんか清涼感があって、でも大人の T シャツなので、はい、まあ、ニット T で格上げしたいけど、はい、お手入れも楽な方がいいねっていう、なんか全ての要望にこの素材をタッチしてて、これがまあ本当に去年めちゃくちゃ僕も気に入った素材でしたね。で、これをね、そうですね、私をどうしようと言った時に、まあ、ニットならではの形をちょっと出していきたいということで、今回サンプルを上げていただいたのが、こちらですね。このネイルですね。そうですね。これさっき見た見立てなんですけど、めちゃくちゃ、めちゃくちゃいいですね。このタッチは、やっぱりこの、一緒ですね。はい。そのままに、一応モックネックにしてもらいました。はい。で、これはやっぱり、僕らもジャケットを夏でまでも着ることがあるので、結構の襟がダイレクトにこう肌に当たらないようにっていうと、やっぱり首がちゃんとこう詰まってることで、やっぱりこう大人っぽい大切なポイントになってるんじゃないかなっていうところで、モックネックっていうのは代表しています、はい、あとはシルエットですかね。結構こだわらせていただいたのがシルエットで、まあ、やっぱり適度なこうゆとり感というか、1枚でいった時に様になるように、ちょっと適度なゆとり感がしたよねっていうことで、結構その、まあ、身頃もそうですし、このアームのところですね、はい、結構ニットだとなかなかないかなと思うんですけど、割とここのアームホールはこうゆったり、ゆったりそうですね、はい、でリブも詰めすぎずに、そうですね、やっぱりキュッと入りすぎちゃうとなんかサセーターになったんですけど、はいはい、やはりこう T シャツとセーターのこういいとこ取り取ったようなシルエットになんとか、詰まりすぎないけど、はい、やっぱりこのちょっと提灯っぽい、はい、シルエット、だからちょっと坊ちゃんっぽい、そうですね、そうですね、この上品上品な、でこの糸で先ほど高田さんもおっしゃってましたけど、お二人とも結構ドレスジャケットとかスーツで、はい、まあ、インナーにこれを着るので、はい、夏は本当にこれ1枚でも様になるんですけど、はいはい、やっぱりこの糸のしなやかさだから、はい、アームでこんだけゆとりがあっても、はい、ジャケットの袖通した時にはちゃんとこうついてきてくれますから、そうなんですね、やっぱりこれがちょっと張りがあったり、重たいとなんかこう突っかかったイメージが、はい、これはやっぱりちゃんとこう一緒に連れてってくれますから、そこがやっぱりこう着心地、この糸ならではの着心地になっているので、でもこれもうなんか見てるだけだとちょっとあれ、そうですね、早速、はい、試着しちゃいましょうかね、はい、そうですね、はい、じゃあ2人ともましょうか、これは S サイズ、はい、これ S サイズ、M サイズ、はい、ちょうど2人が着れるサイズになってます、はい、はい、着替えてみます、はい、ということで試着をしました、めちゃくちゃいいですね。いや本当に本当に、はい、すごくいいですよ、めちゃくちゃいいですね、すごい大人ですよ、でもまたチョイスした色もなんかあ い, い,、はい、いいですよ、はい、そう、いいこのオフホワイトのダークネイビーで、ね、このネイビー独特なネイビーですね、はいはい、いい色ですね、はい、で結構この無地の僕に、まあ、ニットで T シャツの時にやっぱリブのそのまあ、存在がいい、はいはいはい、ディテール感とかこうちょっとこうなんか表情が出るようなものにしたくて、うん、まあ、リブハワとか鶴岡さんとお話ししてやってたんですけど、うん、本当に非常にいい感じですね、はい、特にこの首のリブなんかはもともとのリブのピッチから1本減らしていただいてるんですね、そうですね、なのでちょっとこう感覚が1本の感覚が空くんで、はいはい、このリブが目立つようにあえてして、はい、このボディの無地とコントラストをなるべくつけられるように、はい、変化が出るようにっていうところでちょっとやっていただいたりとか、まあ、あとはもうこの肩を落としたりとか、提灯袖なんですけど、まあ、ちょっとクラシックな構造でつくんですけど、肩を落として今っぽくしたり、はい、見た目にリラックスして見えるとか、そういうところを意識してますね。そうですね、決してこうオーバーサイズじゃない、うんうん、この適度なゆとり感を身につけることによってちゃんとこのヒップの膨らむところで、うん、そうですね、止まるんで、はい、着丈がこうだなんて長くならないっていうのもすごくポイントに、そうですね、今日はバンドリさんからそうですね、ありがとうございました、ありがとうございます、なんとか頑張りますので、はい、はい、よろしくお願いします、お願いいたします、ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。じゃあお楽しみに、またお会いしましょう。お会いしましょう。ビオファッションをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。今回ビオファッションとバンドリさんとのコラボニットの発売をすることになりました。こちら究極の T シャツということで作らせていただいております。で、こちらの T シャツをですね、なんとバンドリ青山本店さんにて稲葉さんと僕が実際にお店に立って皆様のご案内をさせていただけることになりました。よろしくお願いします。でですね、こちらのニットなんですけども、値段が27,000円プラス税、そしてなんと限定40枚、オフホワイト、それからネイビー各20枚ずつと、かなり少ない発注、少ないオーダーになっております。で、7月の10日、それから7月の11日のこの2日間でバンドリ青山本店さんの店頭で13時から18時まで稲葉さんと僕がおります。そちらでぜひ皆様とお話できたらなと思っております。こちらニット T シャツはもちろんなんですけども、バンドリさんのその他の商品なんかも置いてありますので、お近くにお越しの方、もしくはお時間ある方はぜひご来店いただけると嬉しいと思っております。当日はですね、お店の混雑状況などを見ながら人数制限などをさせていただく場合もございます。またコロナウイルスの感染対策などはしっかりやっておりますので、ご安心して来ていただけると嬉しいと思います。ぜひよろしくお願いします。